いやいや白いですよ。なんかしっとり始まりましたね。しっとり始まりましたね。これね、来ましたよ。僕みたいなね、私60歳になりましたけども、はい、こういう年のやつが持ったっていいでしょ別に。いいですよ全然。いいですよ。こういうのはやっぱりガーリーな可愛い女の子を持たなきゃいけないっていうそういう決まりはないでしょ。ないですないです。いや今回これをまずちょっと持ってきましたけども、いかがですか。いや初めての経験マーティンで。今回は前回もやりましたけれどもカスタムショップ特集で日本のもうマーティンの取り扱いの結構有名なお店がナザレスに行ってこう仕入れてきたというよりすぐりのこれだっていうのを、うちはこれだ、うちはこれだ、うちはそれもらった、そうそうそう、じゃんけんしたりとかしたりとか、そういう中でこう数本あるわけです。その中で今回はまずちょっとこれなんですけど、まずこの白いのっていうとちょっと失礼な感じがするぐらい優しい、ちょっとオフホワイトっていうかさ。そうなんですよ。なんかアンティークホワイトっていう一応フィニッシュなんですけど、少しこう黄ばんだ感じの。そうですね。だからねこのペグとすごく共通項があるっていうかね、すごくこうバランスがいいの。だから時間が経ってもう窓辺に置いてたら焼けちゃったという。焼けてないけどね。焼けてない。でも白いギターというとエリック・クラプトンのね。はいはいそうです。はい。藤原さんとの。そうで広瀬さんとやった黒いギターが出て。ベレッツァ・ビアンカっていう白いギターが登場した。もっと真っ白でしたからね。あれはそうなんだったっけ。そうなんですそうなんです。でもこのちょっとオフホワイト柔らかい感じ、柔らかいトーンがかっこいいなと思いましたね。しかも買った上ででこのネックのこの色とねシバンの色ともちろんこのブリッジの色と優しい感じできて、上の一番トップのところは黒でビシッと締めるっていう。そうなんですね。そうなんです。マーティンのロゴが綺麗に浮き上がるオールドスタイルだね。で意外にですよもがさん、白いギターというと大体メープル材なんですよ、サイドバックね。僕の中では特にサイドバックがメープル材、メープルを使ってるギターがなんか多い気がする。でマホガニなんですよねこれはね。見えませんけど。そうなんです。見えませんけどマホガニです。そうメープルの方がなんかもともとね白い感じが材としてもするので、音もそういうイメージが強いような気がしたんですけど、ちょっとこのギターは音が、あそうですね。でちょっと音行く前にやっぱりちょっと後ろを見せたい。後ろ、もうこれほど綺麗なホワイトなんだっていうことをね。本当だ。でね3連のペグ、これ珍しくないね。そうなんですよ。結構これオールドスタイルですよね。あそうだね。でこういう真っ白のところにリムがこう黒で綺麗に入ってるから、そこでこう輪郭をピシッと決めてはっきりとした意外にここにギターの形が分かる。そうですよね。ここがこうタータスだったりしなかったところがねと思います。白白で重ねてるところがね。さあそれでその音ですけれども、これがねちょっとびっくりするんですよね。さっきデモ演でこういう指弾きの曲をちょっとやったんで、じゃあちょっとストロークをね、ねえいいな。なんかね想像していない音がしますね。わかんない。全然まだ今の。いや僕が何を想像しているのか全然わかんない。やっぱりねなんかこうカリッとした音を求めてしまうんですよ。そうだと思っていたらルックスからしてなのに結構ふくよかなんですよね。そうですね。しかもなんか単純にボリュームがある。そうこんなにベタに塗ってるくせに。それもあるわけですよ。なんか塗ったなっていう感じがまず弾く前にするわけですよ。イメージとしてね、目から入ってくるイメージとしてね。なのに全然それがない。そうね。このストロークですごく分かりました。これがねかっこいいと思いますよ。いやもうめちゃめちゃかっこいいと思うよ。いろんな人がこう思ってその人のバリエーションを作ってくれるし、その人の世界にね。ちょっとただの白じゃないね。いやもちろんそう、うん、あとそれからやっぱりカッターウェイっていうところがね、はい、うん、そのこのデザイン、まあ、もちろんカッターウェイはここまで弾けるっていうところ良さはあるけども、はい、それはもちろんだけど、そうじゃなくてデザインに一役買ってる感じがするの。ね、これ全部ここまであるギターよりもカッターウェイでここがえぐれていて、このラインが見えてきてっていうこのボディのかっこよさがね、うん、いやさすがだと思いますね。カスタムショップ本当ね、外せないわけですよ。彼ら一本物で作るわけですから。あ、そうかそうか。出来上がって失敗したなっていうのはないわけですから、もうカスタムショップは失敗しないのよっていう、はい、さあこれをなんかそういう感じでゲットしたお店は何でしたっけ。これがですね、はい、実はお茶の水にあります、はい、ギタープラネットのアコースティックプラネット。これはお茶の水に行けばあるんですね。はい、ありますあります、うん、ここもなかなかの老舗ですから、はい、ぜひお立ち寄りください。ちゃんとそこに行って手に取ってギターを弾いてみて、はい、それで全国からお茶の水にね、うん、うん、の商品をバッと一斉に見るわけですから、いいですね。なかなかのもんだと思います、うん、ぜひ皆さん引きに行ってください。はい、はい、おすすめです。はい、これ弾きやすいよ。うん、トリプル O です。トリプル O、 今度は黒ですね。そうなの。なんか最初にトリプル O ですって言っとかないと、うん、もう黒であることとか、はい、新しいこのアプローチであることとかに目が先に行き過ぎちゃうような気がして、最初のトリプル O ですって言ったら、いやいや言ってますもん。いや言ってるよね。さっきのオフホワイトの白に対してですよ、はい、黒持ってきましたね。すごいよこれ。ちょっとこうシースルーな感じで少しね、なんか、うん、黒といってもこれ本当渋いですね。あのね、渋さの中に、渋さの中にちょっとこう都会的なものを感じるんです。そうなんですよ。サンバーストみたいな扱いではないじゃない、これ。そう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 。本当になんかこうグラデーションがきれいにかかってる感じで、うんで、このインレイでポジションマークとこのインレイが両方ともひし形のね、ひし形のやつでまとまっていて、はい、これもねクラプトンの黒いギターのインレイに非常に近いデザインを取り入れたんですね。でこの辺はGPCPA1 っていうパフォーミングアーティストモデルの、あ、そうだね、はい、見たことある、はい、こういう、でもかっこよくないですか、このひし形がちょっとレトロな感じもするのに、全体像はすごく新しくて、はい、ここのこうちょっとこう 薄くなってグレーな感じになったところに対して。ここだけライトが当たってるわけじゃないですよ。対してですよ、こうちょっとこうサイドにした時に、はい、ここがシルバーなんですよね。リムがね、濃いシルバーね。何年か前からこれがありましたありました、ね、はい。なんか普通のボディに急にこれなんだよっていう感じもするんですけど、うん、この黒のこのグラデーションに対してのこのシルバー、濃いグレー、かっこいいですよね。すごく自然なの、それは、うん、びっくりしました。でそのままだから横見るとこの両方に、そうなんですよ。このペグもね、マットになっていて、このシャーラーのペグ、この同じ感じで来てますよね。シルバーと同じ感じでね。え、ちょっとロゴもそうじゃないですか。ロゴもそうです。まこさん、ロゴもそうです。ロゴもそうです。そうです。単音。板の音するというか、木のこう全体の倍音が、そうさっきもねそれをね、そういう話をしたんですけども、ね、うん、やっぱこの塗装でしょうね。薄い塗装でしょ、はい、サラサラともう生地塗装、こうやって触ると、はい、この音がしちゃうぐらいマットの感じがすごく、うん、なんかこの木のこう素材感がものすごく出ますね。うんうん、スタンダードと全然違う音がする。違ってくるね。はい、さあそしてこれは、はい、ピックアップがいるんです。でせっかくですからちょっと入れてみますか。これ使ってみましょう。はい、あ、そうです。フィッシュマンの、ラウドボックスチャージっていう。そう、ラウドボックスミニチャージ、はい、チャージですよ、はい。電源が刺さってないのにもかかわらず。フィッシュマンの新しいピックアップですね。これエンハンスも入ってるんですね。エンハンスも入ってるんだね。エンハンスね。ないバージョンでいいですか。音絞ってもらっていいですか。そのまんまチュッ。いやこのギターね、うん、まあ全然いいんですけど、ちょっと真子さんキュッと入れた方が、うん、ここで聴いてるすごい気持ちいい。なんかこうエレアコ弾いちゃったって感じじゃない。あ、違う。もうなんかね、ボリューム感があって逆に気持ちいいですよ。エンハンスとエンハンスを入れます。トン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 。さらにこの音がフィッシュマンいいですね。ねえ、いやこのコンビネーションが相性が素晴らしいね。なんか結構低音量で、まあ、弾いたりするエレアコ当然あるんですけど、このぐらいのね、うん、ちょっとこう補正するぐらいのボリュームの時のアンプっていいですね。そのねバランスがすごく、はい、難しいんですけど、生音も誠さんからちょっとこの距離が聞こえてくるわけですよ。そうか、少し聞こえてるか。はい。だから後ろからもう一つこう広がりが伝わってきて、だから多分この感じで自宅にあったら最高だってこと、ね、最高ですよ。だから仲間で少しこう弾いたりとか、いいギターだなこれ。でこのギターはどこに行けばあるんですか。はい、このギターはですね、はい、石川県の白山、白山市の松任っていう松任という駅があるんですね。僕行ったこと2回もあるので、はい、3回あるかな。その駅から徒歩小走りすぐだよね。1分、うん、小走り1分ぐらいな感じですね。はい、はい、ありますよ、ポンポロプーさんがね。ここのお店のね親父さんがね、いい人そうなんですよ。本当に皆さんもう行ってほしいですね。そうだね。会いに行かないとわからないかもしれない。あ、そうかもしれない。まずこの動画でこの音を知って、なんと白山にこのおしゃれなギターがあるのかと。そうだね。はい。これでポツッと押すだけじゃつまらないから。ぜひ足を運んでほしいですね。はい。ぜひぜひ。いかがですか。来た来た来た。急にダイナミックレンジがぐわーっと広がったよ。来た。ね。もうこういうギターは、今孫さんがちょっとポーンってやりましたけど、ジャンじゃなくて、その間にいるポーンだけで、ズドンってくるんですよ。ポンズドンなんです。ポンズドンね。すごい。初めてかもしれないけど。なんかその全体で震わせるこらーって感じしないの。もうこの人は。これ4弦ぐらいのズドンと5弦のコーンでも。これ。それでドンドン4弦。さすがなわけですよ。いやなんかね、ふくよかでね、自分もリッチになった気分になる。だけどさ、これさ、パッと見はそんなに派手じゃないじゃないですか。そうなんですよ。派手じゃないのにグレードはプレミアム。グイグイなんでしょ。プレミアムって言葉いいですね。プレミアム。なんかそれだけでも一言でもう十分。プレミアム。プレミアムですから。これはプレミアム。言ってしまえばいいんだ。要するに4号なんですよ。4号みたいなもんだ。もんです。もう4号です。でも4号っていうのはほら貝がさ、こうたくさんここにあったりとか、こうびっしりあったりとか。結局貝で音が変わって4号とかうんぬんっていうのも、まあいろいろね貝があって4号なんだ。でもそうおっしゃる方ももちろんいるし、それも大事だけれども、貝のねクオリティをきちんと生かした作りをすれば。そんな貝に頼らずともですよ。何でできてるんですか。才能がね、ガテマラローズとこの綺麗なマサメ、ちょっと見てもらいましょう。若干炒めの模様とね、マサメがこう相まった感じで、このコアのね、茶色色と、で何がいいかと、こうトラメ、こうよく見るとね、コアの中のコアがね、横にトラが入ってるわけ。縦と横でね、細かいキメの細かいところ。だけどさ、そういうこうそんなに遠くから見たらわからない場所にいいものを使うハワイアンコアを使っちゃうって、コアを使うっていうところがね、こんなの自分でパッと見た時に来るわけ。あ、自分に来るわけ。来るあと人に貸した時にね、おいこれちょっと違うじゃないか、あれ見てねえなみたいな、こうだろこれ、そうそう、ここ見て、これですよ、ここ、本当だ、ここですよ、これウクレレとかで見たことあります、これ、こういうこれですよね、最高級ですよ。あ、それでここの真ん中だけがヘリンボンなんだ。これはね、ヘリンボン、ヘリンボンです。ここ真ん中だけがヘリンボン、こっちにはないのに。これはそれで上行きますよ。オープンバックの、これウェーバリーがついてますね。いいやつがついてます。はい。でもやっぱ音のね。もう一回戻しましょう。はい、これスイススプルース。このパリッとした音。ね。見ちゃいました僕。音もすごいんですけど、フィンガーボード。はい。あ、これ。このインレもね、ダイヤモンドインレかなと思ったんですけど、ちょっとトーチのスタイルが入ってますよね。小井さんのこことかかっこいいんですよ。本当だ本当だ。はい。このギターかっこいいですね。いやー、これだから持ってみて、実際自分が弾いてみて、そのふくよかさと音の広がりの幅がはっきり分かるというね。置いてあるのをパッと見ても、うん、まあ分かんないけど、手にしてみて分かるという、やっぱり一番2が一番期待する場所でしょ、ギターに対して。いいな、いいのセレクトしましたね、このお店。はい、なんていうお店ですか。これ京都ですね。京都のもう本当に老舗。はい、ど真ん中にありますね。なんという十字屋さんですね。十字屋さん。はい。ぜひ行ってほしいですね。これ京都に旅行しながらこのギターと出会う旅ですよ。ぜひ、まあこの動画見て。はい、ぜひおすすめです。どうですか。最後ね、これ持ってくる。あのね、これは今日僕の個人的な意見ですけど、圧倒的でした。このギター。12フレットジョイント、ここでつながっています。14フレットじゃなくて12フレットまであるから、だからこういうちょっとすごい大きいドレッドノートの原型ですね。そうですね。で、僕今までドレッドノートのこの12フレットジョイントっていうのは割と1弦2弦が弱い場合が多いなっていうふうなイメージだった。プレイン弦が。ところがこのギターは。この2弦がものすごくちゃんと強く出てくれて、だからガツンといける。っていうね。本当だ。バランスがいいだけじゃなくて、ものすごくワイルドな感じ。僕なんかすごくそれが好きなんだけど、12フレットジョイントの D ってもっとなんかこうおしとやかなイメージがあったんだ。まあ、ピーター・ポーランド・マリーのこう、まあ低音重視のね、そう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 、まあそこはでも独特ですね、すごいそういうところの音はね。でこれもっていうのもそうなんだけど、ああすごいボリュームがある、指で弾いてんのに、すごいはっきりとしてる。輪郭がはっきりしています。ね、これは本当にドレッドノートが誕生した当時のギターのもうスペックっていうか形。ネックはやっぱり47mmもあるので、本当太いんですよね。だから余計にきちっとこのね、広いし三角です。はい、一人間の音がしっかりとこう。出るのはそういう腰の強さってあるんだと思うんですよね。ラウンドのスロッテッドヘッドがまあ60年代の感じがこう出ててかっこいいですね。本当 PPM の当時のねギターにこのシルエットがすごく出てますね。こうアンティークな感じ。そうそうそう。先生、そろそろ今見てる人がみんなそこじゃなくてもっと大事な違いがあるだろうってみんなが言ってますからね。どこですか。はい。ピックガードです。あるじゃないですか。ないんだこれ。あ、これがないんだ。ないんだこれが。あれわざとらしい。これどうなってんの？つまりこれはね、このところに少しだけ溝を作っていて、でそこにこうタータスのね埋め込んでいる、はい、セルを埋め込んで、ピックガードの輪郭の形に。そうなんです。これね、僕は写真だけ最初見たんですよ、うん、面白いことするなとスプルースのピックガード作ったのかと。あ、それを貼ったのか。はいはい、うん、でウッドのピックガードってカスタムショップでやりますから。ああ、そうかそうか。スプルースにスプルースのピックガードかと、貼ったのかと、やるなと、うん、やってしまったなと、写真上ではそのぐらいしか分からないぐらいのことを思ったのに、かっこいいじゃないですか。違うんですよ、これ全部そのままこの板で、ええ、ここだけ細工しているっていう。かっこいいの、かわいいし、これね、音がやっぱり張ってないっていうところもあるんでしょうかね。ああ、そうかそうか。これ揺れる感じがね、その分ミュートもされてないだろうし、はい、で今度張ってないとのっぺらぼうになるわけですよ。こんだけボディが大きいと。それはそうだね、うんうん、それまでこの輪郭で、実はこれね、誠さんね、うん、このデザインカスタムショップのチームかと思いきや、お、違うの？クリス・マーティン、あら、はい、CEO が一番偉い人、トップがCEO チョイスっていうのがよく出ますけれども、うん、うん、このカスタムショップは完全にクリス・マーティンのこだわりのスペックなんです。へえ、面白いことを考えるね。面白いこと、あの人は考えますよね。普通の人が考えない、もう絶対逆いきますよね。でもなかなかのデザインですよ。いや、すごい。だから僕一番最初にそのデザインの話に行く前に、はい、長々とサウンドのことをやってましたけども、はいはい、そのぐらい音が僕に来たんですよ、ガーンと。いや、僕もそう思います、うん、マホガニーです、はい、とってもいいマホガニーが使われていて、はいはい、もう普通のマホガニーで、はい、でシンプルに黒いバインディングで、はい、はいで、なんて言うんでしたっけ、これスローテッドヘッドね、はい、ラウンドのねスタイルですから60年代ですよね。スローテッドヘッドになることによってこういうサウンドになるっていうのももちろんあるわけでしょ。そうですよね。やっぱりテンションの全然変わってきますからね。でもやっぱりこうテンションもありますけど、この 47mm の12フレットジョイントドレッドノートってだけでこのパワー出るんじゃないですかね。すごいな。これはね、小倉にある楽器屋さんですよ、ね。はい、どこですか。なんていう楽器屋さんですか。松田楽器。はい、行ったことあります。お世話になりました。アーケード、日本で一番古いアーケード街なんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。あそこの、まあ、老舗中の老舗ですけど、はい、この一本が置いてあるわけですけど。いいのをゲットしてきましたね。これは本当絶対皆さん聞きに行ってください。いや、本当ですよね。このネットでチェックして小倉にぜひ行ってほしい。はい。はい。ぜひ。ぜひぜひ。小倉にいい旅をしてください。